どうもたまちゃんです。ということで今回も始まりました、右打ち。イエーイ。なんとですね、今回は右打ち、私たまちゃんがですね、マルハンやった島店様にて、1日で右打ちを達成させたいと思っております。まあだいたい2店舗だったので、1日1店舗ってことは以前よりもじっくりと打てるから、多分ほとんど右打ち達成できると思います。一応ルール変更されて、右打ち私がそちらのミッションを達成しますと、まあ、見ているご視聴者の方にですね、まあ、ちょっとプレゼントがあると。でさらに1万発出玉、1万発2万発って万発を達成するごとに私にもご褒美、そして見ている方へのプレゼントの人数も増えるということで、ハッピーな番組なんですよ。ということで本日の実践機種、これが私の全力だ。あのとある価格のレールガン、まあ、パチスロもね導入されてね、パチンコの方もこれからまた盛り上がるんじゃないか。さらに右打ちで私レールガン打ってやれたことがないんですよ、まあ、なので今日は1店舗でじっくりだから、まあ、そこはねもともと得意機種ではあったので、まあ、満発というか3万発ぐらい出したことあるし、私ツイッターの画面で7万発超えとかね、あと周りの人が4万発出してるとか見たことあるね、まあ、ちょっと高みを狙っていきたいと思います。それでは早速右打ちスタート。右打ちしていきます。まだ右打ちじゃないけど、あ、左打ちしていきます。お当たり確率、まあ、通常 239.1/2、まあ、ミドル期よりも100ないぐらい、80/1ぐらい当たりやすい。でもまあそこまでそのライトでもね199とかそういうわけじゃないのであるかな。いや当たりますよさすがに。まあちょっとせっかくなんでレールガンで、まあ、自分の自身の記録、確か3万2000ぐらいは出したことがあるので、まあそれを超えていきたいな。あら結構た、え、赤まで行ったよ。赤保留だよ。いきなりモードはねノーマルモードです。 VSR の、え、連続予告とかないの。あ、やっぱありますよね。まあ3回目まで行くと思います。すっごい保留が、あ、え、金保留は多彩な台で激アツ。ただ一応ですね、4台注目演出あるので、それが何かしら絡んでほしい。こっからだとまだ絡むあれはありますよ。ちなみに赤保留ででも 50% ぐらいでもね、激アツ出てるからね、金入り身も出てますから。あ、ゲコタボタン、ごめんね、忙しくてごめんね。それで、超電磁フリーズゾーン、まず1個絡みました。4大注目演出、最強三坂ゾーン、三坂ゾーンとこの超電磁フリーズゾーンと、レベル5予告、レベル5予告はもうここまで行っちゃったら出ないんですけど、最後レールガンボタンがあるかないか。ちなみにこれ自体は 54.4% ぐらいだから、全部今のところ 50% ずつぐらいね。変わったら金だよ。あう、あ、でも金体いただいたでしょ。これはあとこれがだからレベル5になってくれないと困るね。ミサカが起こしてきてくれればいいね。あー、来た、これでめちゃめちゃ上げてくれれば。いやいや少ないな。おーい、おい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 、どういうこと。あ、でも金カットインだ。金系はね、でもカットインは 75% 7割ぐらいはあるんじゃないか。あー、よく今来た、今来た。じゃあこれでレベル5になります。なんだいんかい、中途半端。
よし、当たった。めっちゃ涼しい風が吹いてる。なんと20回転。まだ上皿もたっぷりあったけど、まあ、4頭が、まあ、これでね、あの時短100つくので、多分これ通常だから、そこで、突破すれば、見事、身口成功、投資は2000円です。やっぱ金が強いね。よし、こっからです。いつも身内だとここまで来て、でここをスッと抜けてしまう。今日はだからこのチャンスが何回あるのかだね。青保留、これさこれレベル5予告です。これも一応4大チャンス予告の一つのレベル5予告。通常時で出ればね 91% ぐらいあるんですよ。でもまあ右打ちだから、しかももうレインボー出ちゃってるんで、鳥肌立ったーっていうか、ね、今日やばくないですか、9回転後期的なのはこれは全く出ないんだね。押す前にブルブルすごい開始して何分、いや10分とか経ってないよ。右打ち成功ですで、ここよ、この右中の振り分けなんですけど、まあ 50% の球少ない方だと、ちょっとね残念、約650個で終わりなんだけど、多いの引ければまず2000個以上で、そのチャンスにしよう。2000個以上の 50% のうち、1% で4700個かがあると。ボタン出てくれればで、超って出ればいいんだけど、全然ボタン出てこない。ダメだった。でも見事、これでラッシュに突入ということで、ここから破壊点継続率約 80%、 そしてここでの大当たり確率約 68.2/1 です。でここはね結構ね、もうリーチになって発展してくれればまあ 50% ぐらいあるって思っといていいよ、うん、図柄の色大事なんだけど緑止まりか。赤系が出てくれればな。あ、赤天敗。このオープニングリーチも本当まあ5割ぐらいあるって思っといていい。しれっと当たるから。ほらね、シレッター当たった。32回転2000個ください これさ、さっきさチャンスで成功しなかったでしょ。したら成功するまでチャンスにしますね。さっきの一発目のボタン失敗したから私セグ見ちゃったよ。当たってはいるけどレールガンってこういうんじゃない2000イエイみたいな台なんですけどねまあこれから偏ってくれればいいよ。
先輩成功で、まあ、激アツイコール大当たり興味入ってたけどね。結局白点滅捕虜なんですよ。当たった激アツ46回と、まあ、赤でチャンスアパターン。さあ今度こそいきます。なんかもうチャンス選ぶのやだな。一撃にしましょう。はい、ゲットしたいです。なんでどうしてこれ全部2000になった。逆に偏ってたらもう6000、7000個ぐらいあるはずなんですよ。お、いいね。赤同色。リーチ。お、もっともっと、これでストーリーいきました。で、上条トーマが出てきてくれれば一番いいんだけど、上条トーマです。当たりだ。まあ当たりではない、ごめんなさい、当たりではないです。あの一番強いところ。そうでも一応あのカットインとかもそうだ、私外したことあるわ、そういえば。ただまあこのリーチの中で一番強いです。お見事3回転ということは、保留内だったんじゃないの。2000 優しく叩く、力入っちゃうけど、よかったやったねあれかな、今までちょっと強く叩きすぎてて痛かったのかもしれない。でも一応この時点で2000個、はい。でまあここにもう2000って出てますからね。2000だね、大体2000。 39% は2000個です。ふぅ、やっとですよ。でもそれでも一応5000発は超えました。アイテムミッション止まったらこれも保留内ワンチャンって思っちゃいますよね。チャンスアイコンがちょっと欲しい。あ、でもいい方、あ、でもいい方、チャンスあるじゃん。ここ突破しちゃえばもう、ね、ブレンダだったかな名前な。よし、もうここ金やから。当たり当たり、これがねチャンスアップも出てるし。いきます。なんと1回転保留内やな。まあもうやっぱ、あ、フレンダでフレンダだ、まあ、フレンダも大当たりどこなので言ってくれればね。だからさっきみたくチャンスが絡んでればかなり熱い。そうだ、今たまたま引いてないけどボーナスのその種類も何パターンかあって、ちょっと押してから、あー回ってる回ってる、いい感じ。あのアクセラレーターが出てきたりとか超電磁フリーズゾーンとか絡めばもうその時点で2000個は確定します。
トータルでね、40、45とかそのぐらいだからね、圧が出ればさ、ちょっと期待する。ピンクオリオ、ピンク、紫、ピンク。40回転、2人です。で、こちらが10連チャン目。10連目はね、あれ10連目は、やっぱ2000で決め込んで1万発、あ、でもこれポイントだからさ、持ってるデラマとはまたちょっとね、ラグがあるんですよ。また、タツノコだ、チャンスだ。でもまあ一応ピンクホリオンなんで。当たってくれー。なんでなんだよ、なんでここ行くんだよ。あ、でもやっと赤タイトル出ましたよ。じゃあ、あ、ゲコタボタンね、はいはいはい。これはさすがに朝見れるんじゃない？あ、むしろデンジャー出た。なかなか出ないんですよ、デンジャー柄。っていうか私、デールマンデンジャー柄みたいな、多分初めてまであるかもしれないです。あれ？最初からある。これはもう初回からもう分かってるパターンでした。エピソード流れてますもんね。さすがに終わりますね。終了。まあでも12連の14236ポイント。そして、出玉の方がですね、一応12389玉あるので、見事一撃1万発は達成っていうか、まあ右打ちを達成でございます。ではラッシュ終わりまして、ここからは、通常時、まあ持ち玉あるのでこれを使っていく、まあマイナスにはなりません。ただ今1万2000個あるので、まあ、もう一回ラッシュ入って、まあ2万個、まあちょっとですね、上の方を目指していきたいと思います。ここからカスタマーちょっと先読みチャンスを入れましょう。興味待ちます。これ入賞時フラッシュ入りましたね。一応先読み、まあ赤パターンもあるんですけど、一応先読みチャンスモード入れてるんでね、白でもちょっと期待はしておきましょう。でも白でね、まあ 10% ぐらいか、赤あれば 30% ぐらいはあったんですけど、まあでもいいですよ。新生変態モード行って、まあこれからちょっとチャンスを増やしていきます。新生変態自体もまあ4割ぐらいは 45% ぐらいあるので、軍だって軍軍はね、いくつぐらいあるんだ。赤はね5割ぐらいでしょ。読み入れてっかんな、多分大丈夫だと思っている。金諦めないの、すごいね、黒子はね。おお、これ成功します。超電磁フリーズチャレンジゾーン、超ってことは成功するから超電磁フリーズゾーン行きます。行こうぜ。金保留おめでたいですね。一応金保留の信頼度なんですけど、こちらが黒子のところから行ったので、まあ、約8割ぐらい。軍もあんま見ないから割と強いと思うんですよね。あとはレールガンボタン欲しい。変わんないの。ああ、よかったよかった。いや、これで一気に行くパターンもあるんだけど、まあ、4ぐらいまで上げてくれればとりあえずはって感じですかね。まだいけるよ。おお、行くね行くね。
まあ、あとはミニーのシスターズに頑張ってもらう。おー、おーノーおーノーレールガンボタンは出ない。金保留もらいましょう。よし、138回転なので、あ、ラッシュ抜けて38回転。今日はなんか初当たりがすごい引けます。あら、ほう、嬉しい、今日もありがとう嬉しいこといっぱい。さあ、2度目の右打ち成功なるのか。成功したらね、本当に2万発ね、見えてきますね。で、カスタムが通常のまま引き継いで、先読みチャンスになっちゃってるので、これはね、ノーマルに戻します。一応赤字です。リーチね、残り20回ここで当てときたい。そして文字が赤なのよ、頼む、めっちゃ大事、ここめちゃめちゃ大事。緑、あ、本当、え、後期が欲しいけどね。あー、いない、いないけど、今のはダメだったらもう無理よ。抜けました。しかしね、まあ、突入率でいったらね 50% ぐらいなので、まあ、次です。もう一回初当たりはいけるかもしれない。通常戻ったらまた先読みチャンスで引き続き打って先読み待ちます。おい、レインボーに見えたけど、レインボーではないけど、一応先読み入りました、これ激震、今7割ぐらい、どこ ?4 つ目かな。当色は赤、ここ、ここっぽいね。なんでプチャーツなの最初だけじゃん、まあ、こっからモリモリを願います。あ、新鮮変態ね、これコスプレバージョンもあるんですけど、それはあたり濃厚で、まあ、見れなかなか見れないですよね。ただ当たる時の内容ってまた来るの当たる時はでもやっぱこうやって普段見ないの来ますね。だいたいフラッシュだからさ、まず保留ね、ピンク先読み激震はマジで本当に頼ますよ。赤、逆に普段来るフラッシュなんて全く来ないじゃないですか。はい、よし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 。当たってくれー。まあ、これは大当たりにまあまあ絡みやすい横黒の一つなんでね、まあ 50% ぐらい。レベル5、あ、レールガンボタン今日見てないけど8割ぐらいあるから、ちょっとね、それをリーチで。レアMバーストタイトルは変わらず、激震2回来たよー。
頑張ってはくれた。ただこっから刻むじゃん、1人しか降りてこないと。またギリギリのとこで行けないの。あ、今日レールロボット出たっけ。いや忘れた。あ、これで行きました。あ、いや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 、ちょっとちょっとよくわからないよ。あ、行きました。あ、レールガンボタン、あ、てかレインボーレベル6。よーし、初当たり1万発残ってます。244回転。やっぱ激震は強いね。まあ、先読みいろいろあるけど、激震来てくれたらやっぱこう、この当たってもらわなきゃ困ります。初当たりは一応まあ3回目で突破して、さっきは単発なので今回はしっかり入れたい。まあ、一応1万発持っていれば、まあ、視聴者皆様へのプレゼントニーズが増える。で、まあ、でもね、今からだと1万何個あればいいんだろう。飲まれる想定でね。まあそんな、そうだよな、なかなかいけるもんじゃないよな。この100回はリーチにもならず終わってしまいそうです。あ、っていうかね、分かった、私先読みチャンスモードのままでした。それは先読み入ったらかなり熱いから、それはね、こうなりますよね。当該しかないよそりゃ。あ、まあ、いいか、このまま貫こう。あ、でも赤どうしようかよ。うん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 。保留点滅でも良かったんだけど、まあ、それもなかったのはカスタムですね。おとっと、よかった、86回転。中でイルミがね、当該であったぐらいですよね。まあ何でも OK です。あ、しかも来ました、アクセラレーター。これはまあ一応2000個以上なので、まあ2000もあるし3000個のねパターンもあると。でさらに言うなら、次回おあたりも濃厚です。いや、これ何がいいって、あのアタッカー入る時の音が、あのインデックスなんですよ。まあ、インデックス多分レルガン打ってる人はほとんど打ってると思うんですけど、これね、これまだ続いてるね。じゃあ3000だ。まあ、1% で1% は引いてると思えないから、そういうことね。で、こっからはモード選べんのかな。このこれ全速3000回いくんですけど、さっき読みチャンスになっちゃったんで、これはちょっと消しますね。ノーマルに戻して、でもここハマってんからいっか、さっき読みチャンスにしよう。ね、こんなスパン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 ね、普通のラッシュで行かれてたらたまたまじゃないですから、ね、先読みなんてなかなか選べないですよ。なんか音鳴った。独特の当たり方した。でもアクセラレーターだからかも。やっぱ慣れないことはするもんじゃない。もうあのものとはおさらばです。4年6388ポイント、まあ、ピーク時より球は伸ばせまして、今1万6000個ぐらいありますね。お疲れ様でした。今日は完璧な流れの右打ちということで、実戦結果的には右打ち大成功です。イエーイ。なので、
もちろん見ている視聴者様の方に、プレゼントがございますと。まあ一応ですね、本日は P とある科学のレールガンの方打ちまして、開始ね早々に当てまして見事に突破と、投資の方が2000円、最終的な出玉が14,807玉ということで、プラスの14,307玉です。イエーイ、見事、出玉の方が1万発超えておりますので、まあ、定まもしっかり超えてるんだけど、プレゼントの人数が増えるということなので、皆様ぜひ概要欄の方をご覧になって応募の方よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと今後も右打ちまだまだしていきたいと思っております。そしてプレゼントの方もね、もういっぱい配っていきたいと思っておりますので、今後の方もよろしくお願いいたします。じゃあそれじゃあ、はい、私は爽快なプラスで帰らせていただきたいと思います。さようなら。